NHK みんなの歌からも心に響く歌が生まれました。子供から大人まで世代を超えて人々に愛されている曲、伸びろ伸びろ大好きな木です。歌っているのは本業がお医者さん、家に帰れば2児の母親でもある歌手のアン・サリーさん。この曲は2人目の子供がお腹にいる時に作られました。きっかけは知的障害のある加藤裕樹さんが書いた詩と出会ったことでした。伸びろ伸びろ、みんなみんなが好きという素直でまっすぐな言葉にアンさんは衝撃を受け、この詩にメロディーをつけたいと思ったそうです。詩の、内容が頭に映像として浮かんできて、でその風景を音楽で表すとどういう音の風景になるかなっていうことで考えて、本当にその詩の世界をそのまま音で表すとどうなるかっていうふうにアプローチしたんですけれども、今年の5月私は2人目の子供を出産し、改めて命の尊さを実感しています。この曲に込められた素直にまっすぐ生きていく喜びをより多くの人に感じてもらえればと思います。伸びろ伸びろ大好きな木、聴いてください。Oh,